展示館の中です。でちょうどここの辺りはですね、天神橋の道路のところですね。で向こうの壁を少し向こう、こちらぐらいからずっとの道路、道がありまして、でここの辺りまでが道なんです。でこの道に面しまして、ずらっとこう町や町家が建てたんですね。で昔のですね、この江戸時代以来の城下町の構造ですから、町屋は道路に直面して、で道路にですね、真正面の壁をですね、そのままくっつけてましたですね。でしたがって道路から一歩入るといきなりこの家の中に入るわけなんですね。でちょっと遺構の方を見ていただきたいと思うんですが、このずっと下の方になっちゃってしまってますけども、この辺あたりご覧になりますか。これがですね、かつての天神町の道路なんですね。で昭和戦前、これちゃんと舗装がしてありました。アスファルト舗装ですね。日本中どこの都市もですね、昭和のだいたい30年代ぐらいまではですね、未舗装のとこ多かったんですけれども、ここは広島一のこの人口密集地域でしたから、もうすでにアスファルト舗装がしてありますですね。でここに石がありますけど、この石の列がですね、道路の一番端なんです。で道路に降った雨水を流すために、そのすぐ横にありますこのちょっと白いところありますが、これがですね、側溝、要するに溝ですね。で雨水がみんなそこに入って、で雨水が流れてるところですね。でところどころにですね、この段、二段になっているところありますけど、これは側溝の上にですね、蓋がしてあったところのドブ板をかけたところなんですね。でそこのこの側溝のドブのすぐ向こうにあるきれいな石がありますが、これがですね、この天神町筋のこのお宅の一番正面のを限ってた石でして、この上に柱が立って家が建てた。ここに2階建ての家がそびえてたんですね。で家と家はですね、非常にくっついて建て、隙間なく建ってました。でちょっと分かりやすいけど、ここを見ていただけますか。でここのところを見ていただきますと、この一段低いところがありますが、この低いところに黒く焦げたようなものがありますけど、見えますか。これがですね、家のですね、一番下にあります石が基礎というものですね。で基礎の上にですね、この木のこの横に棒を渡します。この棒のことを土台というんです。でこの基礎の上に土台という木を渡して、この上に95センチ間隔で柱がずらっと並んでたんです。でその柱と柱の間にはこの土を塗った土壁ですね。でまあ、表面はおそらく漆喰塗りかなんかで飾った、化粧したったと思いますけれども、土壁がこの間入ってました。でこちらがお隣のお宅です。で今度こちら側の一段高いところがありますけれども、この一段高い石が今度今展示をされているこちら側の家の境ですね。で高い低いがありますのは、これ天神町の道路がですね、これ時々舗装をし直すんですけれども、舗装をし直すために、たびにこの前の舗装の上に新しい舗装を加えますが、どん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 道路が高くなっちゃうんですよね。で、そうすると家の方がですね、道路が沈んでしまいますから、この時々この家をですね、持ち上げて、で道路面に合わせるんですね。で、これが家を持ち上げて道路面に合わせた後、で従ってここに石がずらっと並んでますけど、この分だけこの家を持ち上げた後なんですね。で、この中島にあったお宅、すべてこれ城下町以来の家でして、江戸時代、それから明治、大正、昭和戦前までのいろんな時代の家が混ざって建ってたんですが、間取りはですね、江戸時代から昭和戦前まで全部一緒なのです。で、この道路の正面に向かってからですね、家が建つんですけれども、大体この南北に道が通っているところでは、この南側、この場合ですと向こう側南ですね、南側のところの端にですね、土間、広島の人はですね、土間と言わないで庭と言ってましたけれども、この庭というのがあったんです。でこの場合ですと、大体ちょうどです、まだ見にくいかもしれないけど、ここからですね、こっち側が土間だったんです。で1メートルぐらいの幅の土間がこうありましてね、でこれがですね、この土間がこの家の境まで、はるか向こう前ずっとつながってたんです。通り庭ともいうものですね。でこの土間のところがこの家の出入り口になってましたから、これ90センチぐらいしか幅がありませんので、ここに戸が1枚ありまして、この戸を開けると土間に入って、そのまま一番奥まで土間がついてました。で土間のこちら側にはまた隣のお宅との境のですね、壁があったんですよね。でそうするとこの辺りからそこまで、これが一軒のお宅で、
で、間口は狭くて奥行きが長い。これが城下町の町屋の特徴でございます。これ江戸時代以来ずっとこういう町屋が立ち続けてるんですね。それで今度この中の方を見ていただきたいんですけれども、この中のところちょっとこの土のところを見ていただきたいんですが、土が赤くなってますですね。これ元から赤くなったわけじゃなくてですね、これは原爆で焼けたせいで赤くなったんです。で、土の中にはですね、ちょっと難しいかもしれませんけれども、鉄分、鉄が入ってるんですね。で、鉄はこの錆びると赤くなるんです。で、火事で焼けた場合でも錆びたと同じことになりますから、土の中に入っている鉄がですね、錆びて、要するに酸化して赤くなります。で、これ真っ赤になってますから、この原爆で焼けた時にですね、非常に強い火力でですね、長い時間燃えたということがこれからも分かります。で、この土の中にですね、この瓦の破片なんかも入ってます。これはこの辺りの家に使った瓦だと思います。それでこの辺のうちはこの両側が土でできた壁ですね。柱内では土壁が塗ってありました。で、さらに2階建ての家の屋根の上なんですけども、瓦で吹いてあったんですが、瓦の下にはですね、土が、まあ、要するに粘土と砂を混ぜたものです、ね、その土がこの屋根の上に敷いてあって、その粘土と砂で、それによって上の瓦を接着してたんですよね。で、したがって家のですね、外側、壁と屋根のところがずっと壁土で覆われてたんです。それで原爆投下の時は遥か上空でこの原爆の火球ができましたですね、火の玉ですね。で、その火の玉の熱からの熱線で一瞬にしてですね、この中の木材のところがですね、燃え上がったと思うんですよね。で、一瞬にして燃え上がった瞬間に、ここはもう爆心地のすぐ近くですから、直ちに爆風が来てそのまま一気に押し潰されたはずです。どうするのと。そうすると周りの壁、それから屋根の瓦の下の土、それから瓦もろともに下に向かってこの押し潰されまして、で、その時に下で燃え上がっていたこの柱だとか天井だとか床板なんか燃えてるはずなんですけども、それが一気に崩れてきましたから、結局この空気、酸素がなくなりまして、そのままですね、完全に燃え尽きるんではなくて、この炭のように真っ黒になったまま残っていた。で、そのせいでこの家に使ってありました畳、畳というのはこの下の方に藁、稲の藁ですね、藁を束ねまして、その上にいぐさで作った畳を持ってというのが作ってました。大体厚みがですね、当時ですと大体6センチぐらいの厚みがあったはずなんです。で、それが板の上に、下に板がありまして、ね、その板の上に畳が敷いたと。もちろん高い床ですから、多分地面からですね、45センチぐらいのところにその畳の床があったはずなんですけれども、それが一瞬に押し潰されて、で、この畳がですね、炭化したまま炭になった状態で中に埋まってたんです。で、ちょっとこの奥の方を見ますと、その黒くなっているところがありますけれども、これはよく見ていただきますとですね、これは下から掘り出したままのですね、状態に作ったレプリカでございます。で、この畳を作っていたですね、この稲の藁ですね、この藁のがですね、そのままの状態で残っていました。で、当時の畳がですね、そのまま残っているとはとても想像してなかったんですけれども、この一瞬して原爆でですね、建物が崩れ落ちてそのまま埋まってしまった。で、ただこの炭化して炭になっちゃっておりますので、したがってですね、相当の高熱で蒸し焼きにされたということがこれからも分かると思います。このお宅はこの道路のですね、一番最初の部屋、これは畳の部屋だったみたいですね。で、そこでこの押し潰された畳の床がそのまま土の上に落ちまして、その上に上から崩れてきたこの壁だとか屋根の瓦だなんかが降り積もってました。で、したがってこの降り積もった土の下、瓦の下にですね、畳のがですね、炭になったものが出てきました。で、今その黒くなっているところ、これは掘り出して、要するに発掘したそのままの状態で再現がしてあります。で、この藁の繊維一本ずつ、畳を作っていた藁の繊維ですね、それが一本ずつはっきりと見えるような、要するにこの被爆直後のですね、この
ものすごい大火災で燃え下がって、そのまま燃えた瞬間に押しつぶされた、その状態がですね、そのまま残っていたんですね。で、本来でしたらそのままの状態で皆様方にお見せしたいところなんですけれども、これは稲の藁が炭になっちゃってます。しかもですね、これは随分と長い間地下に埋もれてまして、水を吸ってですね、で水を吸ってたせいでとりあえず元の形は保っていたのですけれども、これは上に掘り上げてしまいますと空気にさらされて水分が失われます。失われると いっぺんにそれが粉になっちゃう、粉末になっちゃうんですね。で、掘った瞬間にですね、この藁がですね崩れて、ただのですね、この黒い粉の塊になっちゃうんですよね。で、その後今度はですね、いろんなこの下の方から上がっていく水分だとか、それから上から蒸発する水分等によって、放置しておきますと大体ですね1年未満以内にほとんど何も残らないぐらいの状態、まあ、石と瓦が残るぐらいの状態になってしまいます。で、そのせいで、それを防ぐためにこの建物を作りまして、で雨から防ぐだけではなくて、この水分をもしくは温度、これを保って少しでも長く保存、皆さんから見ていただきたいと思ったんでございますけれども、さすがにこの畳のですね、この炭になった状態、これだけはですね一瞬にしてなくなってしまいます。この畳の部分だけは把握した時の、その時の写真映像をもとにしまして、寸分たがわずにですね再現されています。これはセラミック、要するに焼き物ですね。で、焼き物で作っておりまして、で、まあ、耐用年限がですね大体1000年以上、実物が滅びましても、このセラミックの手で作ったですね、このレプリカだけは残る。だからこの資料館自体もなくなってしまってもです、これだけはですねずっとこの原爆の惨禍をですね伝えていってくれるものになると思います。